こんちは、フルチャです。今回は幻のポケモンゲット大作戦を実際に攻略したレポートと、それによって分かった注意点などを紹介します。最終ゴールであるデオキシスまでゲットすることができたのですが、思ったより詰まるポイントが見つかったので、実写パートを交えて解説していきます。このキャンペーンの基本的なルールは以前別の動画で紹介していますので、そこから知りたい人はそっちをご覧ください。今回の動画はルールを把握した上で、実際に参加したらここ詰まったみたいなのがテーマです。それでは本編どうぞ。それでは早速解説しますが、まず一つ目の注意ポイントは、おにぎりを買った時のシリアルコードがすぐ届かないということです。結論を最初に言うと、時間差で届くので安心して大丈夫です。ちゃんと参加できているのかすごく焦ってしまうのですが、実は公式サイトにもこのように書いてあり、参考時間も記載があります。自分は前回の動画で紹介した通り、塩おにぎりチャーハン作戦を実行すべく20個の塩おにぎりを買ったのですが、この撮影の段階ではまだ届いていません。この後24時頃に一気に届きました。また予想外の恩恵として、セブンアプリのキャンペーンとして、嬉しいねと記載のある商品をたくさん買うとクーポンが配布されるというのがあったらしく、次回以降150円以上の商品になら何にでも使える50円のクーポンが2枚もらえました。さらにセブンアプリと V ポイントの連携もしているので、 10% 分ポイントも返ってくるので、今回の出費は実質1997円となりました。2000円切ることができました。ただ僕の場合はこの後チャーハンにするので、具材代とか手間がかかることも考慮するともうちょっとかかってるかなとも捉えられるのですが、まあその部分は僕の勝手な寄り道なので、とりあえず直接キャンペーンに支払ったのはこの金額ですって感じです。で、今回はこのおにぎりだけで20ポイント分あるので、これで終わってもいいのですが、皆さんに伝えられる情報の量を充実させたかったので、オーバーフローしてもうちょっと買い物をしましたが、ここにも不安な点がありましたので、後ほど紹介します。で、買ったもの2種類目はこれ、リポビタンキッズゼリー、そして3つ目がポケカですね。これで20ポイント、1ポイント、5ポイント、合計26ポイント分買ってきました。で、不安な点というのを紹介します。注意点2つ目はこのゼリー。これおにぎりとかと違って日持ちもするし、これたくさん買っちゃおうって人もいるかもしれませんが、こういう銀の袋がついているかをちゃんと確認してください。というのも、この袋がついておらず商品単体で売っているお店もあったので、ちゃんと自分の来たお店がこれの対象のお店か気にしてから買ってください。またポケカについては、このゼリーについてるついてないっていうのがあったせいで、ポケカのデッキについても警戒しちゃって買っていいのか足踏みしてたんですが、これについては裏面を見ると印字で幻のポケモンゲット大作戦って書いてあるので、対象の商品でさえあればどこのお店で買ってもネット通販で買ってもシリアルコードがついてくるんだと思います。せっかく実物を持っているので、どんなものが同封されているのか見せていくと、まずゼリーの方はこういう感じ、御三家の書かれた2つ折りの紙が入っていて、でその中にキャンペーンのポイント1ポイントってあって、このシリアルコードをサイトに打ち込みます。前の動画でも言いましたが、これはあくまで専用サイトに入れるコードなので、ゲーム内の不思議な贈り物には書き込みません。続いてポケカの方ですが、僕はダイパキッズなのでディアルガとルカリオのデッキを買ったんですが、まあ、こういう風にデッキのカードがバーってあって、これですね、これは厚紙1枚で、デッキについてはこれで一撃5ポイントです。で、さらに前回の動画で説明し忘れていた内容なんですが、みんな的にも気になるかもなものを見つけて、セブンイレブンで対象のアイス2つを買うと御三家のクリアファイルがもらえるってことで、複数種類あるので画像を載せますが、こんな感じ、なくなり次第終了だと思うので欲しい人は急ぎ目がいいかも。続いて受け取りの流れとかサイトの挙動の方を実際に動かしながら見せていきます。はい、このようにサイトに入ると、今の累計ポイント0ポイントというような表示があって、この下の方に行くとキャンペーンコードを入力できる画面があります。なのでここにすでに持っているキャンペーンコードを入力していきます。このキャンペーンコードはさっき見せたゼリーだったり、ポケカのデッキだったり、ポケモンパンについているようなものだったり、あとはセブンイレブンのセブンアプリの方にこのベルマークのところから届いているシリアルコードを入力していく形になります。で、もしセブンイレブンのおにぎりのシリアルコードを入力するという人はスマホからやった方が簡単かもしれません。というのも、今見せているのはパソコンの画面になるんですが、もしスマホの方でやれば、スマホのセブンアプリの方でシリアルコードがワンボタンでコピーすることができます。そのままスマホのサファリの方でこの幻のポケモンゲット大作戦のキャンペーンページにログインして入力する画面まで行けば、ペーストボタンを押すだけでもう一撃で入力が済むので、そっちの方が楽かなと思います。ただ今回は皆さんにちょっとどういう感じかを見せたいので、一旦パソコンの方でちまちま手打ちしていきたいと思います。皆さんはぜひスマホを活用してください。で、確認画面へと押すと、はい、登録することができました。で、このように登録ができると、今持ってるポイント数に応じて、プレゼントのシリアルコードを受け取るボタンがアクティベートされます。今1ポイントしか持ってないので、ケルディオしかこれが押せるようになっていませんが、こちら他のやつについては随時解禁されていくっていう感じになります。で、他にもシリアルコードを持っていれば、それを
随時どんどんここに入れていくことでどんどん解禁されていく形です。はい、ということでスマホの方で一通りバーッと入力も済ませてきましたので、またパソコンの画面に戻ってきました。ということで見事これおにぎりのやつ全部やって、スタンプラリーゴール達成おめでとう、プレゼント受け取ってねということで、これで無事このデオキシスまで、ゲットすることができました。で、注意点なんですが、例えば僕今ずっとおにぎりでバーってやってきたので2点ずつ2点4点6点8点っていう感じで増えてったんですけど、例えば今合計が18であと2ポイントでいけるっていう時に、例えばここで一撃5ポイントのポケカのデッキのシリアルコードを打ってしまうと、まあ、合計が23ポイント分になってしまう。18ポイントプラスポケカの5ポイントで23になってしまうんですが、この飛び出した3ポイント分完全に無駄になってしまうので、その点にだけ注意しましょう。はい、ではこのようにゴールすることができたのでCR コードの方発行していきたいと思います。プレゼントをゲットするからこのように1ポイントケルディオ、3ポイントデカイ金の玉という風に達成したものについてはこのプレゼントのシリアルコードを受け取るボタンが表示されています。で、前回の動画でも説明しましたが、これは別にポイントを消費して交換するみたいなものじゃないので、例えばこの20ポイントのデオキシスが欲しいってなった時と、じゃあ10ポイントのザルードも欲しいってなった場合、合計30ポイントが必要なのかっていうとそういうことではないです。20ポイントゲットしてればもう自動的にここにいる全てのアイテムがゲットできます。はい、では早速シリアルコードゲットしていきます。プレゼントのシリアルコード受け取る、でこれですね、シリアルコード受け取る、でシリアルコード発行したから安心していいわけではなくて、4月いっぱいまでで、このシリアルコード無効になってしまうので注意が必要です。ではシリアルコード受け取ります。ここに番号出てますので、これを自分の SV の方に入力すれば受け取ることができます。で、このシリアルコードは人によって別のものが割り振られてますので、僕のこれを入力しても別にもらえるわけじゃないよっていうのが注意が必要ですね。で、一旦僕はこれスクショ取って後でまとめてやりたいと思うので、スクショ取って続けてシリアルコード受け取る、まあ、でかい金の玉も一応いただきます。はい、すべて発行完了です。僕はまだポイントが余っているので2周目もやろうと思いますが、そのやり方ややっている様子は後ほど見せていきます。一旦は1周目分を SV で受け取っていきます。はい、全部受け取ることができました。ここからはまだキャンペーンに参加するか迷っている人がこのキャンペーンの価値を見定められるように個体の詳細を見せていきたいと思います。ではまずケルディオから、こんな感じで親名が大作戦、 ID が24年11月22日とキャンペーンが始まった日付になっています。レベル50でプレシャスボール入りで、バッジについてはクラシックリボン、いつもの配布のやつですねがついています。で、こんな感じで個体値については、おそらくみんなランダム 3V 以上って感じですかね。なので A0 厳選とかデオキシスはエスパータイプだし A0 厳選とか、まあできなくはないのかな。で、続いてザルード、ザルードも同じく大作戦で ID も同じでクラシックリボンついていますっていう感じです。で、最後デオキシスも大作戦でプレシャスボール入り、同じくクラシックリボン、はい、こういった感じになっています。というように親名等々が今回の特別エディションになっていて、オーラスのおかげであまり価値がないように言われがちなデオキシスもプレシャスボール入りという観点で言うと、なんと BW2 以来11年ぶりの配布なんですね。で、剣盾でゲットできると言われているケルディオもプレシャスでの配布は10年ぶりで、ついでで言うとザルードは4年ぶりとなっていて、全体的に貴重なことには変わりがないので、僕の個人的な価値観で言うとぜひとも手に入れたい3匹かなと思います。ではさっきも少し触れた2周目以降のゲットをやっていきます。一旦ログアウトをして、まずはこのサイトでもう一つアカウントを用意する必要があります。新規会員登録で違うメールアドレスを用意しましょう。そしてさっきと同じようにキャンペーンコードを入力し、不思議な贈り物のシリアルコードを発行していきます。はい、2周目の方でもこの6ポイント分入力することが完了しましたので、シリアルコードを受け取っていきたいと思います。今度は SV を起動するんですが、先ほどとは違う、すでに受け取り済みのとは違う任天堂アカウントで起動しましょう。さっきはこれで受け取りをしたので、こっちのフルで受け取ろうと思います。あとは同じようにシリアルコードを使うことで受け取りを完了できます。僕はチャーハン戦法を紹介してしまったので責任を取って実践してコツなどをレポートしていきます。用意するものはセブンアプリ、おにぎり20個、長ネギ1本、ウインナー24本、卵4個、任意のスパイスです。
セブンの塩おにぎりは1個 108g でお茶碗1杯は 150g と言われているので20個あると 14.4 杯分くらいになります。ちなみにネタバレをすると、この後調理中にチャーハンだけだったら飽きそうだと思い直して半分はケチャップライスにしました。でそっちにはほぼ卵を入れていないので、仮にチャーハンオンリーでおにぎり20個使いたいなら卵はもっと必要になると思います。あとこの手袋はおろしたての清潔なやつで、前半のポケカとか触ってたのとは別個体なんで安心してください。はいはいはい。動画に映しやすいように小さめのまな板を持ってきたんですが、そのせいでかなり包丁が使いづらかったですね。それでは調理していきます。ここ実家なのでキッチンでカメラ回す勇気もなく、ダイジェストでお送りします。で作る上でのコツですが、おにぎりになっていたということでちょっと粘り気がありそうだったので、少しでもパラパラにするために先に卵かけご飯を作ってから炒める方式で調理していきます。普段普通にチャーハン作るときは卵かけご飯方式より普通に卵入れて炒める方が卵に大きさができて好きなんですが、今回は特殊な状況なのでこれでいきます。あとは酸味が残らない程度の量でマヨネーズを入れると油で米がコーティングされてパラパラになります。また味をつけるときは、もともとおにぎりに塩味がついていることやウインナーにも塩味があるのを考慮して味見をしながらやっていきましょう。はい、というわけでよいしょ、完成しましたとちょっとね、当初の予定から方向転換しまして、半分ねケチャップライスにした。さすがにチャーハンだけであの量は飽きるかなと思って、あ、これはインスタントの全然関係ないやつなんだけどっていう感じで、まあいいんじゃない。ちょうどさ、デオキシスオレンジ色で、で色違いデオキシスは黄色だったと思うから、まあデオキシスを調理したらこうなったってことでそしてもちろんこれで終わりではなくて、まあ、これは今日食べる分で、はい、これとよいしょ、これちょ、入ってなくない画面にもうこんだけありますこれがチャーハンで、見える？そう、チャーハンがこんだけあって、もうさ、この手に比べてこんだけでかいっていうので分かって、このこの物量を。でこれあれですね、よいしょ、ケチャップライス。おお、ちょっと湯気で水が出てきちゃった。そうで、なんでチャーハンがこれだけの量で収まってるかっていうと、チャーハンは今実家なんで家族に振る舞いましただから本来だったらさ、一人で処理しろって話だったら、これがもう一個チャーハン分あるはずだったっていう、このヤバさなのでおにぎり20個全部でチャーハンとケチャップライス作れば余裕かというと、言うほど余裕ではないですねまあ毎日食べればね、そんなにいいかなって。でケチャップライスもさ、ケチャップライスで食べる日もあればオムライスにする日もあればみたいな感じでごまかしていけば、まあ、毎昼食食べようかな。僕在宅ワークなんで、まあ、昼ご飯毎回家で食べてるんで、まあ全然消化できるかなって感じですね。しかもさ、火通したからさ、全然冷凍にしとけば結構持つと思うんで、風味は落ちると思うけど、よいしょ。はい、ということで、こういう感じで無事作ることができましたと。一口だけ食べるか、一口だけ食べるかって言ってもね、作ってる途中で味見してるから全然あれなんですけど、いただきます。うん全然美味しい普通のケチャップライスと、うん、普通のチャーハン、美味しい。ここまでこんな謎の動画を見ていただきありがとうございました。僕はポケモンが大好きですし、ポケモンのおかげでこのチャンネルがあるので、その感謝も込めて出費を気にせず買い物しましたし、かつ動画で解説することによって一人でもキャンペーンの参加者が増やせればと思っています。今回のキャンペーンによって関連商品の売り上げが上がって、それによって企業も味を占めてくれて、今後よりいろんな企画をやってくれたら嬉しいなっていう気持ちもあります。新卒1年目の数少ない貴重な雪を使って編集と収録と編集頑張りましたので、もしもこの動画が役に立った、もしくは面白かったと思ってくれた方は、ねぎらいの高評価やコメントぜひともよろしくお願いします。